マルコス・ローシャこと、マルコス・ルイス・ローシャ・アキノは、ブラジルのサッカー選手。元ブラジル代表。ポジションは DF。ミナス・ジェライス・シュー・セテラ・ゴアスに生まれ、2005年に、ベラビスタ・ MG からアトレチコ・ミネイロの下部組織に入団した。2008年にトップチームに昇格したものの、トップチーム初出場を果たしたのは、同年のレンタル遺跡である、ウベルランディア・ EC でのことであった。その後、 CRB でプロ初出場。2009年1月にアトレチコミネイロに復帰したものの、シェスロンの控えに回ることが多かった。しかし、シェスロンが負傷すると、同年2月7日のカンピオナートミネイロソシアル FC 戦で初出場、3から0の勝利となった。カンピオナートブラジレーロセリエ A 初出場は2009年5月16日。 ホームで迎えた、クレミオフブッパ戦で82分に、ジョニーゾンとの交代で達成した。このシーズン、カンピオナーとブラジレイロセリエ A では10試合に、出場し8月20日のアバイ FC から1得点を、取って10試合1得点であった。2010年2月25日には、A ポンチプレッタへレンタル移籍。その後アメリカミネイロに、レンタル移籍した。2011年11月30日には、 アトレチコミネイロに復帰。レギュラーの座をつかむと2012年からプレミオクラッキドブラジルエーロンにも選出され、コパリベルタドーレス2013やレコパスダメリカーナ2014にも出場。2014年にはコパドブラジルも制した。2013年4月24日のチリ代表との親善試合で代表初出場。その後、同年9月7日のオーストラリア代表戦にも、 出場した、ありがとうございます。